大竹紳士交友録月曜日のこの時間は作家の古谷恒平さんとお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、今年は初めての全戦でございますね。先週は大竹さんの祝日でということでございますけれども、あのいえいえあのまあ年始から大変なことが起こって本当に犠牲になられた方とそれから今でもね避難等々されている方本当に一日も早い復帰をお祈りしたいというふうに思ってるんですが、あの年末はですね私はまあ二週間ちょっと前のことでございますけれども。 文化放送ずっと聞いててましてね、えーはい、そうするとあの「日本沈没の小松左京」の大特集を三夜連続でやってたの皆さん聞きました聞いいてないですけど、ね、あの伊藤四郎さんが司会やってらっしゃってで僕も小松左京先生はもう本当に「復活の日」も大好きだし「うん、日本沈没」も読んでるし、うんはい、それから映画で映画化されてももちろん見てるしで、はいはい、話が面白いのでリメイクリメイクで今でもやってるんですけれども小松左京ファンとしてですね年末にやってた 小松3夜連続特集めちゃくちゃ面白かったんで、うん、んあでももうほんと再放送してほしいんですけど<う>ちょっとラジコ的にはちょっとね多分もう切れちゃってるんですけれども。<ー> あの本当面白かったです、ねはい、だから、えーと「日本沈没」が70年代の前半に、えー、本になってベストセラーになるんですけれども、はい、小松先生が書いてらっしゃった時は60年代なんですよね、はい、だから60年代の時ってあの関東大震災を経験された方がまだすごいご存命なんで、はい、そういった記憶とかが、まあ、取材できたということと、はい、あのそれを聞いてて、まあ、本当に1月1日の能登地震っていうのはねちょっと本当に心が苦しいなと思ったんですけれども、はい、まあ僕はあの 本当に SF が大好きなので日本三大 SF 御三家と言われるもう一人筒井康隆先生が「日本沈没」が大ヒットした時のパロディーとして「日本以外全部沈没」っていうのを作ってそれは川崎美濃監督っていうのは最近映画化したんですけれども本当は素晴らしい音源だなと再現ドラマとかも僕聞いたことなくてあんな音源あまだやっぱり持ってらっしゃるんだなと思って SF ファンとしてというかやっぱり防災災害の意識っていうのも「日本沈没一言じゃないぞ」っていう。 ねまあ、沈没はしませんけれどもどということを思いました。ですね、うんはいうん はいえー、さて、今日はですね、うん、えっと山本太郎氏の被災,地、はい、被災地視察批判を切るというテーマでございます。能登半島地震から2週間以上経ちまして、まあ、ようやく総理も現地入りしたというふうに聞いておりまして、まあ、その是非というのはね、うんえー、いろいろございますけれども、うん、まあやっぱり地震があ元日に起こりましてそのすぐですねれいわ新選組の代表の山本太郎氏、山、ま、本、あ、議員が、えーまあ、NPO、現地の、ね、NPO を のからの誘いでこうお、まあ、被災地にいち早く行ったと、まあ、その後もう一回い、はいね、行かれたということを言ってるということなんですけれども、まあ、そのやっぱり初動のと、えー、そに要するに国会議員であっても被災地に行くべきではないんじゃないかなぜなら渋滞とかあるいはそのなんかカレー食べたとかね、はい、えそういうのであのただでさえ貴重なこの非常食というんですか、はい、そういうのも山本さんのために一食減るってことはこのとんでもないことだっていうふうな批判もありつついやいや、これはあの国会議員なんですからね。はい、当然 その行くべきだというような賛否が、両論がございまして、はい、多分この議論ってまだ今でも続いてるんじゃないかしらっていうふうにね、うんうん、まだ震災終わってませんから、地震はね。 このまあ、山本さん、非常に大変頑張ってらっしゃるということはまあ重々承知しておりますけれども、まあ、特に私個人としてですね、うん、まあ中立的な観点で、うん、まあいいとか悪いとかっていうことはちょっとまあ置いとくとして、うん、あの批判の論調っていうのはまず一つはやっぱりその、えー、渋滞を増やしてるとか、うん、まあカレー食ったなんてのはちょっと僕は、うん、あちょっと論外だと思うんですけれども、うん、まあこんなことうんぬんっていうのをちゃんと批判するんであれば本当にその車列の渋滞が激化したのかみたいなことの定量的な な科学的な分析が必要だと思うんですけれども、そんなこと言ってる人は誰もいなくてですよね。あの、山本太郎さんだからダメなんだっいう。つまり批判のための批判なんですよ。で、つまり多分ですけれども、あの山本太郎さんとか令和新撰組ってのがまあ仮にですよ。まあ、ちょっとリベラルだとしてえ、これを批判してる人はやっぱりちょっと保守的な人がものすごく多いような気がして要するに。結局この問題っていうのは何かって言うとま山本議員が嫌い。だから、あの彼。 て批判すするとこれは逆もりなんでよね誰々の議員が大好きだからそういう人たちの議員が言ったことをやったことってのは全部賛成するとこれは非常にくだらないですね党派性の問題であってですねこれもし被災地に1月の1日とか2日で急ぎ行きましたっていうのが山本さんじゃなかったらどうだろうってことを考えるわけですねもし誰か保守的な党の議員だったらこれ多分全く逆だと思います僕は。そうです あの逆にちょっとリベラルの人が逆に批判してたのかもしれないしこれは本当にもう。うん 全くく建設的でではなくですねあの人の好き嫌いでその人のやったことを決めるっていうのは、まあ、極めて反知性的な行為だと私は思っていて、まあ、その人があの個人的に嫌いっていうのとその人のやったこととか作った法律とか、うん、作った作品っていうのはまた別なのでね,でね、うん、えこれはちょっと肝に銘じておくべきまあ私もそういうことあるんですよこいつ嫌いだからこいつの書いた文章も嫌いだななんてねこれは人間の差がですからね <laughs> でもまあこういった大震災はみんな助け合わないといけませんので、はい、まあそういったそのちょっと感情的なものじゃなくて。 で、客観的な評価をしていきたいと。冷静に判断すると、まあ、あれだけの、ね、地震が起こって。道路はでこぼこだと。そうですね。そういう場所に、まあ、僕の見る限り、それでもメディアの人は。行ってるわけ。もちろん、もちろん、行ってます。よね。ええ。うん、国会議員の人も、それから。あ、例えば。石川県知事。 長谷さん。長、は、谷、い、さん。いや、言ってんのかなと思ってたら。ちょっと、まあ。 遅れれたらしいですけれども、はい、まあその是非というのはね、うん、まあいろんなその定量的なデータが必要なので、うん、まあそのいわゆる意図が何かよかれと思ってというのもあるんでちょっと時間経ってみないとわからないっていうのは本当のところなんですで、僕はその山本議員の行動についてはさっきも言ったように、まあ、中立的な立場でまあいいとも悪いともちょっとここは置いときますけれども、はい、あの批判の論拠にですねこういうことを言った人がいるんですね。ここれは1月のののの日日ににでですすねね本維新の会の乙北俊議員が自分の X にこう,いう うい既に多くの識者から指摘されている通り、うん、山本太郎氏が発信提案している内容は基地のものあるいは防災基礎基礎本計基本方針や防災計画に記載されているものですと。うん うんぬん渋滞をはじめとする負担を被災地にかけてまで発信すべき情報であったとは到底言えないものだと断言いたしますと、うん、つまりこれは音喜田さん何か、うん、あ何を言ってるかっていうとですね、うん、あのつまり結局その書類に書かれてることとか、うん、まあ要するにその議論の中ですでに専門家がすでにもう対処方針を出していることと、うんえー、実際被災地とか現地に行って でその結果が同じだっていうんであれば、うん、行く必要はないっていうことを言ってるわけです。で,す、ねうん、で僕はむしろ初あの山田さん批判するのは自由ですよ。 だから擁護するのも自由なんだけどこの批判は僕はいただけないというのはありましてなんでかっていうと結局書類に書かれてることそれはでもネットでもそうじゃないですかネットに書かれていることあるいは雑誌とか本に書かれていることあるいはテレビで流れていることそこで提案されてる問題点と実際行ってみて同じなんだったら行く必要はないっていうんだったらジャーナリストとか報道とか私みたいな物書きとか作家ってのはいらないってことになりますから。 そうですよねこれはさっきも言いましたように結局はどういうことかっていうと極めてこの身体性を否定しているわけです身体性っていうのは何かっていうとそこで感じた空気感それからそこには匂いとかあともちろんね肌の熱い寒いもあるでしょうしあ匂いなんてのはやっぱり伝わりませんから文章ではねそういうことも含めてその機微っていうのを見て結局それがまあ すでに専門家が提示している問題点と同じであっても、うん、それは全く違うんですよ。うん、そうですよね、うん、何のためにジャーナリストっていうのは現地に行くんですか、はい、と、うんね、何のために作家っていうのは現地に行くんですか、うん、とこういう話になってくるわけですよね。で私もまあ物書きやってるんで、まあ、私もちょっと否定されたような気がするんで例えば私の「卑近な例、ねうんね」をね寄せると私は例えば。 5年ぐらい前ですかね、うん、あの世紀の大失敗と言われたインパール作戦の現地に行ってきましたこれはいつか話したいのですが、うんうん、その時にあの1、ー、週間ちょっとねあのインドのその東部の方にこうずっと車で行って大変だったんですけれどもそので結局インパール作戦ってもう80年前ですからね、うん、ちょうど今年80年なんですが、うん、それをまあ私は後で本にまとめるんですけれども行、うん、った結果 かインパールス作戦は正規の大失敗であの作戦にはどういった問題点があってそしてその司令官・牟田口蓮也っていうまあ中将なんですけれどもそれは愚瘡であるっていう既にまとめられた結論とか問題点をと全く同じことを私は感じましただから全く変わりませんでしたでもじゃあ行かなかったらね分からないこともあるわけですそれは言語化できないでそれを言語化するのはあ例えばジャーナリストとかあるいは私みたいな物書きの宿命でありますところがここで問題が 起こるわけですね山本太郎さんはジャーナリストでも作家でもないから、うん、まあちょっと違うんじゃないかという,の、うん、いうような、まあ、もし仮になんとかあ例えば共同通信とか時事通信の、うん、方記者の方が現地入りするのと、うんえー、それはジャーナリストだからっていうのがあるんだけれども、うん、山本太郎さん議員だから、うん、そう言ってもそれはジャーナリストとか作家と同じにしちゃいけないよっていうふうに言う人がいるんですけれども僕は逆全然違うと思いますね。国、うん、国会会議議員員ののの資質に求められる、うんまあ、感性というものの中 中にはジャーナリスト的な感性や錯覚的な感性が含まれるんですよ、うん、つまり国会議員っていうのはジャーナリストや作家と別の存在ではないんですよね、うん、えなぜかっていうとそのジャーナリストから国会議員になってる人いっぱいいるわけで作家から国会議員になってる人ね、うん、石原慎太郎さんだっていっぱいいるわけであって、うんうん、で乙北さんの所属する日本維新の会だって井上さんがねもともと作家兼ジャーナリストで,、うん、で井上さんなんて僕大好きなんですけれども、うん 決してそういういいいことと言わないと思いますつまり、えー、現地に行って何かすでに問題点と同じことを感じたとしても、うん、それはその人のフィルターを通してるんでね、うんうん、全然違うんですよ。うん、それを実際例えば猪瀬さんなって、うん、あの例えば、えー、品川プリンスのうんぬんかんぬんの問題だって普通にね、うん、品川プリンスって普通そこにありますけど普通行かなくてもいいわけじゃないですか。でもい で、わざわざ全部行くわけですよ。それは彼のやっぱり作家性と、あとジャーナリスト精神なんですね。で、それはあの国会議員もなくてはならない資質だと僕は思います。だから国会議員だから現地に行かなくていいんだ。いや、国会議員は立法が仕事なんだから、ジャーナリスト的な感性というのは、それは専門家に任せればいいんだってなるとね。あの。 結論を言えばもう全部ね海外旅行とか海外の問題とか、うん、日本国内の問題とかも全部、うん、あのウィキペディアで調べりゃいいじゃんとそれをもとにして専門家に AI に任せてもらって、うん、それで国会で議論すりゃいいじゃんって話になって、うん、でそういうことをまあ平然と言ってしまう音、ま、喜、あ、先生っていうのはちょっと、まあ、まああんまり言いたくないですけどね、まあ、非常に反共用的であって。 反知性的であると私は思いましてね、まあ、ちょっと擁護しておきますと音喜多さんとはね私はね本当にね結構飲み友達でほんで、ね、あの本当に酔ったらね面白い人でね、うん、彼があの日本国の総理大臣になった、うん、暁には古谷さんに票をプレゼントしますっていうふうに約束されたぐらいですからね <laughs> 何票って動物の票動物の僕猫、うん、科かが大好きなので、まあだから本当にねざっくばらに今度飲んだ時にね、うん、こういったものをお彼と議論したいんですけれども、うん、まあ仮にも、うん、野党の政調会長やってる方ですけれども こういったなんていうかなその身体性とか教養であるとか知性ジャーナリスト的な知性っていうのはあのそれをないがしろにするっていう感じの批判は今回の山本さんの被災地批判の中ではすごくよくあの悪い批判だなと思った次第ですが大さんはいかがでしょうか現地に行って、えー、国会議員の人が誰も来てないと、えー、その中で、えー、令和の山本太郎さんが来てくれたと。えーえーえー あ来てくれたよと話できるんだとえー、えー、こんなことを言いたいよっていう人はメディア以外に誰に言えばいいのかなと俺思うんですうですす、ね、よお,おっしゃる通りです、うん、それがやっぱりこっちで行くなって言ってる人がいるんだけど、うんえー、それはなんか渋滞が原因だとか、うん、上がってるのがカレー現地の人のカレーライス1杯をなんか1食分。ね 食べてていいいのかみたななな的話にっるけどそうですし仮にそうであったとしてもそれを上回る彼の国会議員の責務があるわけであってね多分それで渋滞はしないと僕は思いますけどねだからその人が嫌いだからその人のやってること全部を否定するっていうのは本当にこの政治とか社会とかを評論する時にはやってはいけないことなので音喜多さんも含めてねちょっとまあ行き過ぎなところがあるんじゃなかろうかと思った次第でございます。もう一つやっぱしあだよね国会議員の 与党野党関わらず、はい、やっぱり庶民の側にいてほしいよね当然ですよそれはだとそこにいるのがね、ねその代表なんだからさ山本さん参議院ですからね、うん、かけがえのない人との同胞を救ってこれは本当に愛国的な行為だと私は思いますけどね、うん、ありがとうございます以上大竹紳士向有録古谷恒平さんでした明日火曜日は深澤真紀さんがいらっしゃいます